ピン置いてきちゃったなにこれアユ サバイワシパフェいわし。イワシ

清掃でーす皆さん X 見ましたかもうあれが家が本気出したらあんな感じです清争あれの清争があの26日見れるので皆さん26来てください逆に25はあの真反対でギャルなんでまあ、どっちも来てくれるとありがたいんですけども皆さん明日までですよ やば名前変わってんだけどハートありがとうサバかサバでしたロトもありがとう朝まで来てありがとう朝ぶりです清楚でしょほら言ったでしょもともと清楚な子じゃないとあれは出せないんですよねということです 頑張りました本当ごめんもありがやほー本当ごめんもありが久しぶりメイク言わちゃんですどうですかまつげぱっちりですうんありがとう一個先進してくれて計算もしてました もぐもぐ向かわりの日別の用事で幕り行くから申しえ本当に申し込んで申し込んでどしどしあのさどしどしご応募くださいってあるじゃんあれさそん時しか使わんくないどしどしって <laughs> どしどしってお清めスプレーです お菓子です <laughs> アンボロです可愛い,いありがとういいねコメントしてくれてありがとうねうれぴよソフトクリームありがとうでしょいやいや本気出しすぎてます撤回して宮丸さんとそんのことにーすあくだぎにーす妻ってポストしてるもんな <laughs> おもろゆあちゃんの歌声が見つかっちゃうのかなってそれすげえ誰かと思いましたいやゆあちゃんですちゃんとゆあちゃんです超強めですか朝からギャルですどっちも言ってくれるありがとう関東じゃないよこんばんはあなたありがとう五十きチャレンジ失敗でした <laughs> X 見たけどあれはガチのせスでしょもうい,いや本気出せばあれだからだってさ いろんんな人が見るじゃ AKB さんのファンの方もさ NMB さんとかさいろんな48グループさんのファンの方が見るわけじゃんまあわからないけどねその自分以外見ないかもしれないけどさまあでも一応ね清楚なんでえ見ないかな本当にあんな感じなんで皆さん26日。 そあの幕張の通所も清楚です。あの16、16日清楚です。清楚です。って思ったけど、なんか2部と3部で変えようかなとも思ってるって思ってるけど、どうしよう？だるまありがとう。本当はね。あの愛知のやつも2と3で変えようと思ったんだよね。そう。でももうなんか前もって言っちゃってたから。 変えたらちょっとあれかなと思って変えなかったんだけどソフトクリームだんるマーありがとう何歌ったんですかお楽しみでーす私は言わないでーす <laughs> 安いにあまいお茶ありがとう本当にありがとう嬉しい両方来てくれるって清楚です 写真に会えなかったギャラファに行くねって <laughs> まあねどちらもに臨機応変にできちゃうんで私ずっと清楚だけどねソフトクリームありがとう流れ星ありがとうソロありがとう夜も安心してくれてありがとうそうだね今日朝やったんだよねそういえばソフトクリームありがとう今日はねうんと1回目が8時半に起きて2回目が11時に起きましたやったね 清掃と認めてくれました。ソフトクリームありがとう。おかんおおこお小判はソフトクリームありがとう。清掃だけど中身はギャルの方が良くない？そんなことない。まあ化粧力お疲れ様ありがとう。サムネちっんありがとう。マツボしてない。これ自分自分で作りましたこのまつげ。私の使っているつけまつげつけまつげじゃない <laughs> マスカラ。 まあ、マスカラってぬるつけまつげだけどねかわいいありがとう食べたいすありがとう朝起きるなうんわかるこんばんはとう,とうありがとうお疲れありがとう歌唱力お疲れ様ありがとう頑張りましたよもう毎日毎日カラオケに通って食べてアイスありがとう投稿の清楚にあんで驚いて配信ではいつも通りお菓子失敗 <laughs> それはいいいいんですかね。いいんですかね。それはそれはいいんですかねって感じ。おもいよくいょっちゃった。お片付けお片付け。 言いたいたことがあるんだよユアってやっぱりかわいいね好き好き大好きやっぱ好き俺がん俺が生まれてきた理由それはユアに出会うため世界で一番愛してる IEC でやるなんか飛んだ気がする <laughs> みんなファンの人ってさみんな言えるのガチ恋工場 みんな言えるんですか強みだよー X でのお洋服もめっちゃ清楚で惚れない嬉しいやっぱみんな清楚が好きなんだよ知ってる見へんとこのカーテン引きちぎってきた違うんだけど違うんだけどどしどしるく使わないですねハートありがとうどしどしご応募くださいしかないよねえ めっちゃ楽しかったよめっちゃ楽しかったよほんとにあつおもありがとうあなたありがとう夕食ですででですそうだよみんな見てね見ましたメールで書きましたうんもうかわいすぎてショッ LINE しました <laughs> まあそうだよあつおもありがとう清楚ですお姫様です まあまあ。そうそうそう、見る人いるかもしれないからさ。二十六日だけ二十五は取ってなかったから検討、けんえ、取ってくれたの、嬉しい、初めましてだね。イエーイ。まあまあ。お返信してくれた、ありがとう。エックスメディア、めちゃでしょ。もう本気出せば、こんな感じ、まあ、まだ本気でもないので。 はい、まだ本気でもない80%ぐらいどういうことですかくれないどういうことですか歌うのがですか2部はセースで3部はギャル確かに <laughs> でもそれだったら一日でどっちも楽しめるよね確かにね確かに確かにまあそっか来月の愛知で終わりなんだねえそうだよみんなね そうだよね左はじめまほうあんるかわいさいつものに割りまし。メニューうぅぅ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 ぅでぅぅぅぅぅあ、ぅぅ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 ぅい 選べない押せないい押せあの子はすごく真面目なのレーテルあってライバル口止め朝食の子に見られるよ、ね、たくさん食べていく天然キャラクターあんの手この手で重ねてい度当て戦略で効率的抜擢の時に あなってくっこうってく重ねて重ねてくしばやかあとやか女の見方のデッコに行くやっと見つけたお姫様今日の目薬タイムあお落ちてしまいました 完了ですはい、私のメイクポーチ片付け終了しましたイェーイおしまいそう、あのね、今日めっちゃ急いで化粧して 散ら、ね、かしっぱなしで行っちゃったんで今直しました <laughs> 正規メンバーになるとギャルになるらしい <laughs> それ何情報ですかね寝るよねみんなわかるよいや、もうあのあと寝たよそうだよセンスキャラ疲れないのではいお乗り換えできたやっと 実は気になってて清楚な時だと思っていたのですがギャルなんですかヤンキーなんですかいや清楚ですギャンキーでもギャルでもなく清楚ですギャルだけは中身は清楚 <laughs> それはもうめ見た目で判断する人が多いんですよこの世,の世の中ってやはりだからギャル ギャルギャルってでも何ギャルっていわば JK しか知らないどしどしやちゃん押しましょうはーい本当にその通りって感じでかゆいやお <laughs> ねちゃんと寝るよでも寝てるんだよ言うて言うてだってあの配信終わってからも6時間寝たしまあ6時間寝れればいいかなみたいなまあヘキポンデリングは食べちゃいました あの,ね、あのグループ1面のグループ LINE で ASMR で送っといたそしゃこう送っといたまあまあトクリームありがとう <laughs> <laughs> やばさすがじゃんさすがじゃんそんな開けてあるなんて に気をつけたことまあいっぱいあるんですけどもう本当にいっぱいあるいっぱいある <laughs> もうなんか本当に歌って楽しいですよねうん歌って楽しいんですよ本当にやっぱりユアは可愛いよ <laughs> お部屋じゃないからソフトクリームありがとう はあありがとうあやっと見つけた姫さんは飛んだまあ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 って感じみんなにみんなに見てもらいたいです恥ずかしくて言えないまあまあジムト え何,何,何,何それ何それあないんだ SK ってガチ恋工場へえビューティフルに入れてみ <laughs> ビューティフル <laughs> ビューティフルに入れてみてビューティフォーチャチャチャビューティフルチャチャあー やったー見つけたんやったかお疲れさんですねソフトクリームありがとう地いアイドルかじってればいけるあそうなのないんだ SKE いや、本当の清楚なんだけどニューニンなら大丈夫自,自分を死にありがとうねごまんごまんあ AKB のチームエイト推しのエイターは言えるんだ すごいねこんんばは猫ちゃんアイスハズれでしたがありがとうそうなんですよあのー、染めたての三代丸さん会ってないんですよね会いたいんですけどいるんですかね本気出したらもうあこの子はやっぱりやっぱりやっぱり生まれた時から清楚なんだって思うと思う え嬉しい愛知だけ追加してくれたんだってありがとうそっとくにもありがとう本気期待じゃんしてうんして全然清楚とギャルメイクあメイクあ確かにね確かにねそれはそうでもボグさんはめっちゃナチュラルメイクだよみんなちなみに今こんなメイクしてるけどボグさんはめっちゃナチュラルなんで。 ホワイトボードはあの綺麗にならなかったのでもう放置してますもう使えないですホワイトボードはい「イヤニンの歌ってる曲の9割しなくて全然ギャ <laughs> そうだよえでもインも結構ねポコミンで感じるポコミンの聴いてる曲全然知らないごめんは兄さんも同じようなノリで歌ってるギャルやった <laughs> 私ず <laughs> っと何がするタイプ暑いだってまだしてないんだけどさ <laughs> しま<ー>すきた <laughs> ってやめて <laughs> うー今日ね歌う前歌うちょっと前にしたけどあの本当はね「痛い」歌う前にやろうと思ったんだけど忘れちゃったああ キラキラですか目薬ってなくなるのかな塩酸入ってるよこの後ろだけ見るとさなんかヤバそうだよねホットクリームありがとうそうだよカメラの下は散らかってません私ここにねあのなんかでっかい袋があるんですよそこに全部入れてるのであの散らかってないです 残念ながら散らかってないです。 すっきりい充血治るのかなこれなんかね充血が治るあのやつなんですけどまあそうポン・デ・リングはフライパンで油引かずにただ置くだけで両面焼くだけめっちゃ美味しいよ。 先生来ました。くにもありがとう。見た目はお姫様、中身は知ら、中身もお姫様です。リップの色綺麗。ありがとう綺麗これ。イエーイあ全然この T シャツ普通の、<laughs> 普通の T シャツごめんねなんか紛らわしくて普通の T シャツです。普通の T シャツです <laughs>。すいませんなんかパチモンみたいなやつですいませんね。寝てる寝てる。 え橋ななか寝てないすごいねえ6時間で十分だよ岩はえモバメ来てないいや送ったんだけどもしかしてこれやばい感じ今何時今更だけどリングでポンってミスドそうだよ <laughs> そうだあれはミスドじゃないと無理かもしれないこんばんは 本当に売ってないの、リングデポン。まあ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 。まあまあまあって感じです。そう、作りもありがとう。あ、と、ありがとう。昨日から当たり前。<laughs> いいやん、今日も歌うよ。当たり前。当たり前。当たり前体操。 ドーボトルの蓋を開けて飲むと飲める <laughs> 当たり前体操違うよえ、宮丸さんそうなのいや、見たかったな今日は歌唱力があったんで収録が いや自撮りはさすがにそんなそんな私はそんなにおねだりはできませんでも一緒に写真撮りたいですって言ったら絶対撮ろうねって言ってくださいましたイエーイ今日26追加しようとして悩みすぎてまだ撮ってないからいや絶対忘れるよそれ今日中に撮らないと本当に最初から清掃で抜群だって イエーイステージはねたんやはいどういたしましてかわいい結婚して美穂丸さんそうなのでお泊りにおばめ来てないかなどうなんだろう今日もうるうる言わんやんですめぐせなくならないことあるえなえ なくなるこれいやなくならないと思う目薬指す時口開きちゃういいよ開いてたわいや開いてないはずココアちゃん乗ろうかえっ今は分かんないなんか前はあんまったけど明日ブログだよそうだよ目がキラキラでーすらしいね市販のやつはあそうなの無理に直すのがいいの今はリングデポ買ってくの忘れた <laughs> 46分ありがとうリングデポンだから普通にホットクリームありがとうえわかんない,い A7 のやつはやったことないけど多分チョコじゃダメだと思うミスの差し入れもらったけどチョコとホイップのやつしかなかった <laughs> でも今日エンゼルクリーム食べたいいわ芸人呼ばれでしょ当たり前です 当たり前極めてます第二次へ <laughs> そうですこのまま見ましたよメールでも言いましたメール来てないんだねちょちょっと待って一回みんな固まってもいいいやメール来るはずですはい絶対来るめっちゃ喉乾く今日 いや送った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 え送り忘れいやいやいや送った送った絶対送ったと思うまだ二十三時じゃないからキラキラ輝いて私は。 ちょっと当たいそう操は結構あのセンスあるかもうんセンスあるかもしれないです <laughs> 今夜も笑ってしまっただって <laughs> あたありがとうみなまるさん本当に優しいよまあはえ僕も食べたの焼きポン・デ・リング 社力の結晶は東京だから頼むね店長ねえみんなに東京に来てほしいよ撮れなかったよくね小学生の時ずっとかっこつけてこうやって撮ってた <laughs> まあ今はやらないんですけどあ <laughs> <laughs> 楽園の開運でした夜撮るとつゆ多くなってしまうおいいじゃん いいじゃないですかそれはあー使い切る前なくす確かに確かにソフトクリームありがとうハートありがとうフリーズ中 <laughs> ただいまハートありがとう流れ星ありがとうストレートヘアありがとうえ二25の朝から顔出ししてくれるの嬉しいユアんとこ来てくれるんだね マクハリ追加したいけど物足りないから1面追加するから、まあ、え何岩じゃ物足りないってこと岩じゃ物足りないってことですかほん <laughs> まあでも1回ならいいよみんな1回ずつならいいよ岩以外1回ずつならいいよ1回ずつなら話のネタができるでしょこのことさっき言ったんだけど岩ちゃんのこと話しましたとか。 この子言ったんだけどゆあちゃんの好きを伝えましたとかうん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 ダンダンダンギュギュギュグリーングリーングリーン知らないみんなこれにゃっほー泥ご飯あるかな詳しいじゃ <laughs> そうだよそうだよ 頭を使ってない,いやいやいやセンスですそうなのああ確かになうん確かに確かにうん旅旅いやいわいわにゃんの旅をすればいいんですえ髪切ったの在宅じゃ絶対伸びるやん <laughs> 何何河村誰誰何星河村いわって考えたら髪が届くらしい何何何何,何どういうことそれそれ,何それ何なの <laughs> いっやい,いや,いや別にいわい a 以外 y しか興味ない人はあ当たりだい u しか興味ない人は行かなくていいんですよはい歌声ありがとう2回はダメです1回ずつ1回ずつです耳が痛いですよ逆の意味逆の意味えってことは岩に何回も来てくれるってことそもありがとう本当に 他の子に言っっっててもやっぱりゆあちゃんだなーってなるそうまあでも逆にならないパターンもあるんですよいや意外とユアよりこっちの子の方がいいぞってなるパターンがあるので <laughs> 嬉しいえでも歌唱力は絶対上がったと思うよ最初の頃より本当にこれは思うなんかカラオケ行ってても毎回前回より点数上がってるみたいな感じですごいでしょう。本当にすごいんですよ私 <laughs> 頑張りました2枚以上追加してたらまあまあちょ,ちょ,ち,ょちょっとエルボーいきますエルボー <laughs> 当たったね猫ちゃんえ前回より数増やしてくれたのう,もありがとう,うわか書きれなかったんだけど 切れなかったんだけど、ゆあちゃんから2時2時行って2時2時からかけれない。行くんですか？へえ、こんまんは。にゃんにゃん厳しめです。厳しめです。宮丸さんは何回でもいいです。<laughs> 宮丸さんは逆に言ってください。皆さん、この私がこの宮丸さんを好きになる。この気持ちをみんなにも味わってもらいたいんですよ。み 皆さんに行ってください皆さん。そうそうそう。一部に一回。ユアニアループしてくれる？まま<あ>だってこう言って言ったじゃんユアニア。<laughs> いやまあそうねそうね。そうねそうね。う,ねう,んう,んうんうんうん。なんだかん、ね、だそうだよねーうんうん。 そうだよね今日,虹を見え今日虹出たコゴを思い出しましたこれって虹で推しってことですかうんーまあそうですね普通の普通のこのゆ空ちゃん推しの方は虹を見た瞬間あゆ夕ちゃんも見てるかなこの虹って思うはずなんですようんうんうん、うん、まあ、そこでこごみが出るということはちょっとこごみにコゴにいっちゃってるかなみたいな歌唱力楽しみですよエルボお願いしやばご褒美で言ってる 公式の新居屋さんで驚いてスマホエイクス上げてたよね言わ始めましたでしょそれもう舌スー入れなきゃそれかきレナのキューブまあ確かにねかきレそうねかきレナのキューブはねそうだね確かにいやうん行かなくていいよそんな無理に行かなくていいよ無理に <laughs> やばエルボーいやじゃあみんなみんな行かなかったらエルボーしてあげるよ <laughs> あなた、ありがとう。行ったことある兄さんで踏みとどまってるそう、本当ですかそれ三丸さんたくさん行ってます、そうねそうね、ごめんご、ま、め丸さん結構前から行ってますねお三宮丸さん常連の方が兄さんおたから一緒に行こうと誘われたので、うん、行くからユアニアもとおっグータッチしよう。ええー、ーグータッチ え、宮丸さんに戻ってこいって言われてるんですかめっちゃいいやんそれえ、宮丸さん初めて通知撮ったいいないやもう撮りたい今日も見ましたえ今日え、今日虹出てたんだねえ、でもひじかみ様え、待ってなんかそれ知ってるかもえ、いや流れ星さんめっちゃ見てたよ リュチェルさんだっけうんりゅりゅうちぇなんだっけゆあにゃあと強めのようになってんだけど <laughs> あユアニャゃんのこと相談してくれるのねあーそれはいいあみんなあのその行きたいならユアの話題にするなら全然 OK ユアの話題なら全然 OK だよみんなうんうんゆのどんだけユアの話題を してもいいけ、ん、いうどん、どんだけ言ってもいいけど、今の話題にするんだよ。うん。本当に最終的に家に戻ってくる。本当ですか。それ本当ですか。こんんいつもやつ行って初めてみがある。<laughs> なんか言ってるよ。参考までに6月愛知っていわには南部でした。1,2,3です。わあ、ずすいです。来やすいでしょう。三とか行きやすいでしょ <laughs> てんちゃんエルボーですはいいやい,いっても行かなくてもエルボーです <laughs> それだいやいや宮丸さん宮丸さんね並びたいよあっ忠英さんね間違えた <laughs> えそうなの間違えましたいやいいよ真逆の人も真逆にさせないからじゃあそうしますだってイエーイ え12期塾長しか行かないえでもさ待って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 ユア知ってるよ12期行ったの知ってるよ通称でいや見ちゃったからユアだけじゃないんだって思ったもん23行くのはユアちゃんの話聞いてくるあ本当にあにそれならいいそれならいいよ123だよ2でもいいんだよ2でも。 一でもいいけど、ココナさん <laughs>、ココナさんね、いや喋りたいんですよね。でもなかなか会えないんですよね。えそうなの？今の話出るの？ミワラさんにや,やにやがギャルだったっいやいやいや違うギャルじゃなくて清楚ね。ごまんま。ちょうどいいでしょ三部どっちにしてもエもモです。 送り目あってフラフラしてないでって言われてもえっえそうなの <laughs> バレてるこんばんは通詞は別なのねまあでもそうだよね撮りたいよねいろんな人とわかるわかる岩も撮るもん見られてますねよっしゃ岩ちゃんだけですかそれだみんな言い訳が上手なことで X 取 <laughs> <laughs> り返しました暇だったんで。 まあ、通称はね、うん、確かに。いう、いうのが一番多かったらいいよって感じ。別腹パターンでした、皆さん。12期全員行かないといけないし <laughs>。行ってるよね。12期全員。知ってる。あ、そうもありがとう。うわ、ノーコメントとか言ってる。カミングアウト。カミングアウトは、 人狼ゲーム用語で「しうって言うんですよ。CO カミングアウト。CO よう,しう,しうって言ってた。言わ。<laughs> 人狼ゲームガチ勢でした。あのね、なんだっけ、てるてる坊主とかいたよ。知ってるみんな。 ま浦さんとイワニャンはギャルの弟子ギャルの子をギャルなんて読むのそれ一番多いおまあでもそうだろうねイワい,いっぱい来てくれるもんね 6月22日は1部で23は3部いくの、ね、えー、ありがとねまた近くなったらコメントしてねうまいニャニャのが一番多かったです本当ですかそれ嘘でしょ <laughs> 嘘でしょそれ「出るよあの子はええ娘やって言って握手終わった後と一緒にてんちゃんにってえ可かわいいんだけど嬉しい イエーイ全員言ったらむしろ褒められるいい英語でしょ ?12 件の中でもヤニジ人多めですよ言い訳だって言い訳していいわけ名前出されてる話は聞いたない <laughs> 確かにねなぜかイヤニヤンの名前数が増えいやなぜかじゃないんだよこれはあのー、もうそういう運命なんですよ 運命だとか未来とかって言葉がどれだけでもミオさんとかキレなにほぼ行ってます。ニャニャンは一日一回行くように。え？え？え？でミオマさんはいいけどレレナと似合う同じ同じ回数にしたらいいと思うんですけどニャニャンと人狼やって追放されいやない。 どう言われあ指定関係って言うんだこれゆうねさんが隣じゃないようにだってうわ隣じゃなくても言うよ言うゆうねさんとこ行ったでしょまあ、ゆうねさんそこに関してはねゆうねさんのことを先に押してたので全然いいんですけどゆうちゃんと間違えてゆうねさん行くけどしょうがないいややば <laughs> めっちゃ言い訳してんだけど。 めっちゃ言い訳してるやん。え、ファンの方の話するよ。なんかこの人どういう顔みたいな。この人は。二重幅がすごい。綺麗だよとか。言ってます。本 <laughs> 当、えー <laughs>。え、ご、六月、うん。五月。ちょっと泡立っちゃいました。 名古屋のょっと夕空ちゃん入れて X 乗せてる3人は2日間いたよえっ嬉しいイエーイ <laughs> 嬉しい名前にもつけてくれてるもんねいわいや惜しいここだけの話だけど一番多くはならんけどにゃまふわっ 嬉しいい言葉いただきましたまあ知ってたけどねここはの次にユア,のユアが好きっていうこと知ってたけどね嘘じゃないおじゃあ信じますよ <laughs> 信じていいんですか信じますよ朝ドラ女優えー、でもいいよねドラマあありがとうあありがとうまあ確かになオマルさん確かに釣り上げられちゃいますねみんなゆアにゃんが好きなんだねそうだよ <laughs> 同じ回数まま25だけの予定が26日追加したのゆあちゃんの魅力のせいおっえゆあちゃんオーラ出てますかペンギンアイスありがとうそうみんな同じはねいい全然ゆねさんかわいいですよゆねさんはえなんか ゆう,ねさんのえゆうねさんのあのなんて言うんだろう幼い可愛い顔からそのなんか例えば25歳とかになった時20 24とかあれ間違えた20もうなんかもうちょっと年取ってた時のお顔がどうなるのか全然想像つかないなんかもういついくつになってもあの顔あのなんて言うのあの幼い お顔のままでいきそうじゃない全然想像つかないままだ違うじゃだってさどういう顔って聞いてくるからさそう言うしかないじゃん <laughs> うん確かに呼ばれましたほ、ね、<laughs> 本当に <laughs> 自信ありますか 実質楽しいまあまあまあ1部と2部と3部いくわりいやいや楽しいふうえっえ他の子は1部しかないってことってことですかそれ通信の時自撮りしててブースに入るの待ってた <laughs> すいませんねちょっと聞いてないと思いましてまあまあ 卒句にもありがとうおいらって6月23の握手はいっぱい買ったよ30枚追加するかのえ追加してくれるのそれにさらにそれにさらに何にとは言わなきゃユアニアに背中を押してほしいな飛んできん押しましたいや今信用した今信用した私信用しました今 <laughs> 信用しました信じてくださいこの目をこの目をもともと言いしだからねうんうん信用してますよもともと言いしなのではいそうそうなんだかんだ言っても言いにゃ推しとなれば流れ星ありがとうゆネさん一生バブですか <laughs> あだんだんおかがえるタイプ確かに ヤヤの可愛い顔も25歳くらいの顔え、本当に <laughs> もう岩もつかないけどえどんな顔なんだろうね気になるよねやの顔って大人っぽいと思うんだけどななんかすごい幼いって言われるんですよね大人っぽくないやの顔ってだって別に18歳だよこれ20とかに見えんそんなことないうんわかるゆうねさんね いやそんなこと言わない。<laughs> てかあんまり覚えてない頭あの顔しか見ないから言うわ。<laughs> まあ、えそうそうなんか美濃ルさんのファンの人が結構サラの推しがいるらしくてでやっぱそういう。 そのオマ丸さんお尻の人はやっぱり目がクリクリで大きい子が好きなんだなーってすごいわかりますよねえオマ丸さんそうなの警戒してるんだええー、そうだよオマ丸さんめっちゃ可愛いからみんな見てオマ丸さんの「ゆあちゃんに、あのー、見てくださいって言われたので見に来ました」とか言って。 <laughs> 貴重ねそうそう貴重貴重 <laughs> いつのま…どんだけいつの間にかここみんとかけれないちょっとかた…いやおかしいだいぶおかしいからちょっとじゃないだいぶおかしいから確かに確かにえどうそ眼私 大人っぽいと思うんですけどね朝にはめっちゃバブリですか <laughs> それすっぴんだからでしょ寝起きのすっぴんだからでしょえ、ゆあちゃんメール来ないうそえ、送って、待っていや送ったよ絶対ちょっと待ってもう一回フリーズしていいもう一回フリーズ気に入った話題にだけ触れればいいですよ全然ごめん無、ま、理 <laughs> だくさんで話題のカールメール言ってばいいいや、あれ絞り出してるから、ゆあ 内容盛りだくさんだだよユアメールだから撮ってね今皆さん撮ってくださいメールみやちゃんずっと年を取らなそうなんほんとにえでもいわもなんかしわとかできる感じしない生天ちゃんさらに可愛いサザエさんの次回予告のようなやつれそうです次回のなんだっけ次回のなんとかは えそうだよね15時からの次が来てないよね15時からの次がお休みメールかきレナがニャニャンのが声でかいいやレナです,レナ,ですレナはなんか声が高いからなんかさユアって結構ハスキーボイスなのねその理由がさなんかユア的に解釈したんだけどさ なんか岩って本当に飲飲み物を飲まないのねなんか本当にペットだから本当に飲み物を飲まないのよあの前までご飯食べてる時ですらあの全部ご飯食べ終わってから1杯飲むみたいな1杯じゃない一口飲むみたいな感じで本当に飲まなくてであの1日ペットボトル朝から飲んだとしても半分までしか飲まないんですよとかだったりあのー、あの家の紙パックのジュースとか 一人で飲んでたとして全然減らないのね本当に飲まなくてだから多分その飲まないのがずっと続いててだからその喉に潤い体制がないんですよきっとだからあのハスキーなんかなって思ってます、はい、きっとそうですということで今は飲むようにしてます歌をうまくするために水を飲んでます あとねあの龍角酸も舐めたことないんですよいや飴龍角酸がどんな味か分かんなくてだからそうだから、ね、多分龍角酸を飲んだことないのもあると思いますハスキーなんですよねもうハスキーならもう完全にハスキーが良かったんだけどねこのちょびっとハスキーなんだよね ア当にハハ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 そうだよメール月謝だからみんな取らないと盛りだくさんメール雑返信いや雑返信じゃないよ全然もう返信してる時点で雑じゃない12時15時に来てるえ悩まなくていいよ返信本当にあの「今日は何々食べました」とかでもいいから。

全然いいよ変身あのその代わり X あげてくれてるからあの X か変身してくれれば全然嬉しいんでカキレなに声 OK カキレなにもココミンでもココハにもあの全員に言われました声でかいって <laughs> 声でかいって言われる <laughs> お湯いや白湯飲めないま飲、あ、んだことないんだけどさ 宮丸さん2リットル飲むやっぱそうだよねなんかさ美容,美容には2リットル飲むのが一番いいのね水ってでもいやほんに飲む体勢ついてなさすぎて飲めないの2リットルもだってほらこれもさ朝から飲んでてここだから今でもう夜ももうすぐ終わるでしょ今日はねなんか喉めっちゃか乾いてるから飲むんだけど。 本当に、常に笑顔で溢れてかみれんのって、嬉しい。どういうこと?。ああ、飲むらしい、飲むらだけで、うわ。野村さんに怒られる。ニャンの声好き、本当に。嬉しい。誰かと、え同期がいましたね。同期。いい声してますかね。はい、みんな行くよ。どう、アイドルっぽい。はい、みんなガチ恋工場。 くぞ！せーの！言いたいことがあるんだよ。やっぱりいわちゃん可愛いよ。やっと見つけたお姫様。なんだっけ。<laughs> なんだ覚えれないです。はい。焼きそば炒めてましたか？返信は来なくていいんですよ。よめっちゃ好きだったらコチョウさんのものまえ。あ確かに。 じゃあか別にうんうん虫の呼吸腸の舞い戯れもしもーし大丈夫ですか <laughs> あうん全然よそれで今日はイワニアの配信を見ましたみたいな返信でも全然いいよもう報告系でいいからなんならあの一人でしりとりしててもいいし あのー「今日はあのー、寝癖がひどかったです」とか「今日は雨でした」とか「今日は傘をさそうと思ったら穴が開いてました」とかえ全然自分語りでいいよ本当に逆に語ってうん。 よりってえ、ココハちゃんでかいよ。てかココハちゃんのツボのツボのツボが分からんのよココハちゃん。なんかね今日ねあのあるじゃんチーズチーズハットグ知ってるみんなチーズハットグあの食べたらチーズ伸びるやつあれユアずっともうチーズハットグチーズハットクが出た時からチーズハドックって言ってたのね。もうユアは ずっっととそれだと思ってたのユアナの周りの友達もチーズハドックだったのでもなんか今日ユアが言ったらなんかココハがめっちゃ笑いだして「チーズハットクでしょ?」とか言ってハラナもいたんだけどねその時に2人で「チーズハットクでしょチーズハドックって何?」ってつもりだしてもうユアからしたらチーズハドックがもう定着してるからもうツボ分かんないんですよ <laughs> チーズハッドクらしい

うわって何なんかね僕はなんか歌声が好きなのかななんかねなんかんだけど <laughs> えあのー、そういやいやヤい,いのあのセリフめっちゃ言いたいんですよあれでもココナさんめっちゃかわいいよねかわいいですか声プリッチーですかプリンセスですえ飲めない1.2も1.5も。 好き好き大好きやっぱ好き。やっと見つけたお姫様。決めつめるの忘れてた。<laughs> これでまた決めついたけど。いいじゃん。左右に振り分けてみました。え。イグロさん?ノ。の声の人、消えよ。えー知らなかった。 めっちゃ体を動かしてみよう変な動画しか入れない <laughs> ごめん午後朝さ変えゆユアのメール答え <laughs> 後回しにされてる私もしかして今日早めに送ったんだけどな、うん、チーズハットクチーズハットクあありがとうえそうチーズハドックだそうそうそう,そ,うそれだと思ってたらチーズハットクらしい 犬。<laughs> まあ。よろしく、お疲れ様でいいすうっそ嘘、おもろいな、これ。チーズハードック。<laughs> チーズでぽ。はっとげな。<laughs> なるほどね。好き好きな、大好きよ、やっぱ好き。みんないつものお願い。この前の鍵穴、かきさんやったけど、あ、かきさんはわかるよ。 当可愛いですかガチ恋やんだってそうだよ <laughs> チーズホットグじゃなかったえっ違うよ最初チーズドッグチーズドッグだったよなんかそしたら歯がついたんだよ <laughs> ならならしいよ悩みますねホットドッグの親戚いやでもそうじゃないほぼほぼそうやない NGI!? いやないないないわのただの報告メールに何それ <laughs> 結局10円パン食べたことないなんか冷凍であるけどね今今冷凍で売ってるんですよ10円パンってでも10円パンってすごい想像つくんですよねあのなんかホットケーキみたいな生地にチーズ入ってるんやろうなっていう すごいうんチーズハンドキ絵のまとめねなんかねあれ咀嚼券引っかかりそうだよねまあでも多分画伯すぎて引っかからないんだと思います800円 <laughs> 10円パン <laughs> 高 最近派手にっっちまった出来事あ何かあったな昨日なんだっけな別に派手ではないんですけど何かあったダンスレッスンの時水飲みそういやなんかねなんか要はね休憩時間短い方がはかどるんですよねだからほんとになんか一口水飲んでもう始めるみたいな感じじゃない感じの方が集中できる なんか休憩とかで5分とかなっちゃうと無理 <laughs> 水飲む姿それは可愛いの方のヤバですか内容濃すぎず雑草の考えいや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 そんなことはないそんなことはないそうね10って書いてあることに意味があります裏35番だよねその通りの味だよねめっちゃ値上がりしてるよね200円 タピオ…うわ今ねタピオカ屋いっぱいだからねニャニャに,ゃいにゃいみゆちゃんにキンマンが何か教えてくださいまぁ、あ、今のとっておきの絵をプレゼントしようと思うようん、うん、800円は高すぎんか高すぎいくんだよもう円高ですいまだに円高と円安の違いが分かんないんですけどね 何かなんか円高が円高がうんと商品なんだっけしょうんお金の価値が安くなって商品の価値が高いやつが円高全然わかんないんですけど私誰かあの分かりやすく勧めしてくださいまあ今知ったところで私は使わないんですけど 日本は円安なんですか。円が高くなるから円高。うん？どういうことどういうこと。円高ドル安円円円。高ドル安円円。 円高ドルやすいえってことは、え分かった。商品が高騰して、お金の価値が下がって、悲しいってこと。秘書、なれない。あちゃー。<laughs> あーちゃー。あーちゃーやで。さっきお金を掘りすぎたから、価値が下がるえじゃあ、今おか、お金いっぱいあるってことですか、この世に。 100円で1ドル買えたのが155円出さないと1ドルが買えなくなったから円安あんんあんなんとなく分かったかもなんとなく分かったかもえ、じゃあ100円で1個のリンゴを買えたのが200円出さない200円出さないと1個のリンゴが買えなくなったみたいな感じですか え待って待って待ってえそうなのよくないんだ日本の価値が下がれるよだいやばい分かんないよもう本当に苦手だったそこには N 拳ねえ多分出たけどあのそこは不正解でしたあのいや不正解だったところを見直さないタイプなんで不正解のところは不正解のままです <laughs> どこ成功したんだっけ数字が減ったから円高増えたから円安えあんえだから90円って減ってるから円高ってこと100になったら円安ってことおいちょっと待って美和丸さんが言うじゃんかちょ,っとちょっとその話詳しく教えてくださいちょっと あの教えてください教えてください <laughs> ちなみに美丸さんの LINE スタンプの癖は強いですめちゃめちゃでも優愛とおんなじ価値観だと思う多分 <laughs> アメリカが高いから日本の金を。 円の価値が他の通貨より安いから円安いやばい理解できないうん円の価値が他の通貨に対して高くなるか安くなるかあ他の通貨ってこと他の通貨と比べてってことやばいなんかショールーム内で一番こんな難しい話してる嬉しい にゃん,ん LINE ンて話をしてるって握手券を円として1枚で100秒話せるようになるのが円高1枚で2秒しか話せなくなるのが円安おおめっちゃわかりやすいかもそれそれめっちゃわかりやすいかもおお、じゃあ円高がいいんだね 円高がいい状態ってことですね <laughs> そうそのインフレとデフレもよく分かんないんですけどねどう、ま、もありがとうなんか1ドル1円は円安なんだハンバーガー <laughs> ハンバーガー120円の値段が円高あそうなんだ だから日本は今円安だから物価が高くなってるってことそういうことやろそれな <laughs> なるほどねちょっと理解してきたよみんなありがとう理解してきましたあそうなんだ海外旅行に行くと高くつくんだいいえふ、ー、んー なエックス見てね。マックも高くなってるよね今。崩壊する <laughs>。いや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 私ギャルじゃないな、ね。なるほどね。そうだから一個のものに対して円だけが高くなったってことやろ。 もう自己解決しました。皆さんありがとう。皆さんのおかげで。わかりましたよ。<laughs> やば、皆さ、んドルか円しか言ってない。<laughs> いや、しましたよ。今日。いや、言わないよ。だいんでワイいって言わないよ。そういうことね。めっちゃ理解した。みんなありがとう。ちょっと、あのー、この高校生時代に。 症もやってたらテスト解けたかもでも解けなかったですずっと悩んでるにゃんかわいいコバありがとう三輪さんから忍者あるの <laughs> あれやばいろんな人言ってるじゃんカメラ塾らしくなりましたあの皆さんに教えてもらいましたはいありがとうございましたわわいいないやもう勉強することないからさ 聞くことないんだよね何もあ輸出はいいんだ円安輸入は悪いんだえー、やだね経済でした今のインフレは悪いインフレなんだそうなんだ分かんないないめっちゃ理解しました 円高は日本人にはいいけど海外の人が日本でお金をあそうかはだからどっちがいいのかわかんないんだそれうん輸入多いよねうんねそうだよねメリットデメリットあるよねどっちも。 1ドル、360? めっちゃ高くないそれスイッチめっちゃ値上げ確かに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 海外の人は輪とサビが好きなイメージですねうーんみんな頭いいんだねうん <laughs> なにみんなはさあのなに大人になったからわかるのそれは わからんなんで分かるんですかみんなは。ん。 外国かららした日本の物価は安いから外国人がどんどんえそういうことだから来てるのみんな <laughs> もうもうもう飽きました飽きました <laughs> 飽きたっていうかもう理解したんでお得意なそれでしたみんな多分いいんだねうん の話で一緒間違えな <laughs> まあ時にはこういうお話もするのでこんばんは円高すぎて困ってる時もえそれあれバブル時代じゃないのちょっと授業やってはーいじゃあこのルート4ルート4と2ルート2と4足すルート5は何でしょうかドレス姿おきれでしたかありがとうございますありがとうございます それはあれでしょ気にしてたっていうか授業なんじゃないの今の違うよ円安と円高が分からないだけですそれ以外分かります言ってないのに認知あるうわそれずるまあ言わんもね認知あるしいいし <laughs> えうん中学校の時もあちょっ違う違う高校の時も習った円安一際は難民をですから、ね、だって <laughs> 逆でしょ一味用は言う難易じゃない一味一味用丸さんはあの高いのではい今まで1ドル100円で買えてたりんごが今は160円ねって言ってた誰かも同じ例を出してましたよ <laughs> 安いんだそれのすごいいっぱい教えてもらいました ね、いけないねすごいな宮丸さんってほんとにブレトンウッズ体制ねそれえわかんないあったのかもしれないけどわかんない岩が分かってない岩まじで思ったり社会え社会じゃない歴史とあの現代とうんと地理と世界史がほんとに嫌いで。 社会系全部嫌いなのに純二吸入を持っているという私は素晴らしいと思いますえだ本当にだラストにって感じですかスタグフレーションえそうなの儲けが減ってるのやれが円安の話をした時やっぱ無 <laughs> ちょっと賢いキャラでいこうかな 今日のユアちゃんタイムおかえりエルニーニョ知ってるー日本安いぞってなってんだイ,エーイえ。イえっ枠 UR メール送ったのに悲しいよー送ったのにだって送信済みのとこにあるもん悲しい送ったのにあそういうことみんな株とかビットコインやってるんだ よく通かんないけどよくいや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 すごいねみんな日本の価値なくなったえっ海外でが行けば覚えれるないいそっかいやーなるのかな <laughs> ああ来てたけど 飽き, <laughs> 飽きてないけど、飽きてないけど、もう、もう、もう、理解したから。じ、う、ゃ、ん、飽きてない、眠い、眠いだけ。頭悪いんですか。ゆあちゃん、すみ、何ええー、趣味。一人りしりとり。一人りしりとり。しりとり。りんご飴。メダカ ーモメ虫使い犬ぬ、ね、いぐるみみかんゼリーリトマス紙、シャッター音が鳴るカメラランドセルルービーチョコレート コールドフルーツ積み木犬の首ビラ配りリミットはいって感じではい唯ちゃん頭いいからそうだよちょっと眠,眠くなる眠くなるからうんまあまあ ルート4はでです、すそうです正解当ありがとう家にはおもろいだって <laughs> それなえ知ってる知ってるマックってめっちゃ安かったもんね何ダウってダウ <laughs> 授業しました2時さん結構ねなんかいろんな人の エックスとか見てるから多分知ってると思うまい、あ、そうだよキスとグスを分かればいいいや本当にね暗記苦手なんですよね本当にイエーイすごいすごいじゃん利益 何それロロロロロラウジーニョ今何時ですか明日再送しますね皆さんちょっと宇宙にお転送いや NG ワードとかじゃない絶対絶対違う目玉焼き ?5000? やばっそれ敷いてる締めなのかわ <laughs> 眠くなりましたニャンニャンさしい 寂しくてかわいそうな子なので皆さん支えてください。人しりシルメールで <laughs> 止まってるけどね今ちょっと向か前や前あの前のやつ忘れちゃったあのリンゴ飴メーターから玉ねぎ銀なんのキーか次キだわちょっとキーから始めますシャッターがなるカメラずるいやいやそういうのでつなげるタイプなんでだから一生できるんですよシりトリみんなトーク会でしりとりだけでもいいんだよ。 楽しいよめっちゃ <laughs> そうね眠れなかったらカフフフフしてください。フそれ制限時間ないです <laughs> アウトじゃないんだけど <laughs> そうですトフフフ儲かるんだ。 あ、誰だ違うあでも俳句も好きですあのまあさあちゃんほどではないんですけど俳句も好きですちょマジカルバナナそうマジカルバナナが得意だよマジカルバナナバーと言ったら黄色黄色と言ったらキリンキリンと言ったら首長い首長いと言ったらじゃがりこじゃがりこと言ったら美味しい美味しいと言ったらラーメンラーメンと言ったらパスタ パスタといったらカルボナーラカルボナーラといったら白い白いといったら豆腐豆腐といったら四角四角といったらリトマス紙違ったリトマス紙といったらリカリカといったら実験実験といったら怖い怖いといったら暗闇暗闇といったらお化けお化けといったら白い白いといったらウサギウサギといったらぴょんぴょんぴょんといったらジャンプ ジャンプと言ったらダンス、ダンスと言ったら大通り、あ、間違えた、ダンスと言ったら歌。歌と言ったらアイドル、アイドルと言ったらゆえちゃん、イェーイ。イェーイ。全身はね、あ、間違えた。<laughs> ふう、二十五、二十六の髪型、二十五はね。あ、決まってる、決まってる。 あ、うんうん、多分うんいや2025は決まってるなんでやばくないし <laughs> あちゃんとしりたい流 <laughs> <laughs> れ星ありがとう <laughs> <laughs> たあたりがとり遠くから言わに一人知れない <laughs> やばむしろ遠くから言わだけして帰りたい人いるこの元気あれば乗り越えてきますかあ <laughs> いスターバイターちゃあちち聞いてほらほら首長いといキリンでしょキリンと言ったら首長い首長いと言ったらじゃがりこ <laughs> そうだよ勝つまでしりとりするまでにめっちゃ買わないといけない初見さんこんにちはえマジカルバナナ知ってるよ流行ってたよ普通にえんう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 んいや今日送ったの22時15分だもんギリギリじゃない イイマイクで言うでしょオワーがよろしいですホりででしょスラスラ出てくるでしょもうこれが私ですラーメンと言ったらパスタ以外は間違いなんでしょ岩といえばかわいい美人清掃頭がいい努力家綺麗好き化粧がうまい えーと元気明るいえっ、ー、とえっ、ー、とえっと初見さんこんにちは何 BKB ってイエーイイワニャンに持ってきましたトーク会イワニャンとレーンに並んでる人みんな知ってる <laughs> <laughs> もうそれはあのトーク会詐欺ですねもう誰も来ないそれ。 アハハハハハハッごめんはい,いやと言えば優しいマニアックじゃないマニアック <laughs> えそうだよじゃがりこに義理の恋あるよアハハ 買って最近短くないえでもさ確かにこのカップがちっちゃくなるんですよでしょダンスがいいダンスがうまいスタイルがいいおおすごい嬉しいみんな褒めてくれるそうだゆあちゃん頭の回転早いんですよ綺麗好きではないですけどなかったですあ起きました清楚ですギャル違いますどういうことごめんま ほらありがとうもう一回しりとりしようじゃあお題は「制服の目」「メガネ」「猫」「子猫」「小鳥」「リンゴ飴うん「メディオーサ」 サイコパス擦り傷ズッキーニ煮物ノ,ノーメイク組み立て方式のガンダムムカデデーモン閣下大佐 <laughs> デーモン閣下大佐じゃなければデーモン閣下か河村岩アイドル メディオーサあなたのはあレディオーサかそれレディオーサダークネスレディオーサいいえっじゃがビハわかるじゃがポックルめっちゃ好きいやんいやと言ったら物なくすいやそれはそう本当に <laughs> ソフトクリームありがとうごめんこあなたありがとうなんですかななんんなんですかその星 ミヤちゃんと言えば女子力高いメイクや美容嬉しいよくお分かりですね私のことをお茶ありがと <laughs> あの思い立った思い立った言葉を全部口に出しているだけなんでそうなっちゃうんですよ組み立てをし大切なんかめ目地ーサ <laughs> その時にありがとうか書くかって言ってるのそれ <laughs> 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 ほ本当に変な人ねえあどんなやめて適当しりとりって呼ばれるんだけど54さあ読み男女を集めますかね待って読み男女まで持っていくわちょっとしりとりではいいきますね子どもみたいですって家におもろすぎるだってかかっかかっかかっかカッいきますねちょっと読み男女までつなげるので「ようまで「ようで終わらせればいいんでしょ いきます。ガーナ。ナメクジ。腎臓。海。ミルク。国。煮物。のびた玉ねぎ。儀式。狐。 猫の模様うぶどううりリ,リミッテッドどんよりリーススリランカ。 歌唱力。<laughs> く。く。くくらくら。楽園の階段のダンス。好き。き。奇跡。き。きょう。 <laughs> うううう,うさぎのぬいぐるみみよよみだんじょう <laughs> 壇壇<笑><笑>はいちみよまるさんはいいいですね はい、よかったです。宮丸さんからの読み壇女ということでありがとうございました。1歳の方、紫アバターのランゲの方12位の方、岩の十初期柔道着ガンダムの方11位の方、岩にゃんだけだよ。いや、間違って,て岩ちゃんだけだよ。その言葉を信じますね、ずっとずっと。10位の方、これ。<laughs> 私、このポーズ何なの、本当に。<laughs> 綺麗な方パンダいっぱい来てくれましたねこの前 <laughs> 和歌山県のパンダさん <laughs> 8位の方清楚系ギャルユアニャンシカだということではいあの2526いいと思いますねちょうど7位の方ユアの可愛いパーカーを作ってくれみやした6位の方あ朝のユアちゃんですねこれ。 河村革命だよということではいこれからも川村革命ということで5位の方イワニャンアイドルでーす4位の方あ幕, <laughs> 幕張り待ちきれないだってすごい楽しみにしてくれてるんだけど嬉しいイワもう楽しみだよ3位の方イワニャンのパンダポーズの方でーす2位の方 ゆあにゃんの歌舞伎のポーズの方です一度方アンズさんのアバターの方です。え知ってるよクロワッサンポーズってゆあが言ったよでもよくよく考えて何だろうこのポーズって思ったの <laughs> えリススミミオ読みなしうわミスったわ確かに伸びたんところの村ミオさんいけたわ ミスったわー。<laughs> まあ、はい。まあ、ロングバージョンということで、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったから、オールオッケーって感じで、お疲れ様でした。はい、今日も。お疲れん。お疲れ。こん。そうそうそう、そういうことよ。 あの読み男女を読み集めたのが54分だったのでちょっとまだ時間あるなと思ってつなげました実はそういうことですぐ終わっちゃ意味ないのではいそういうことですありがとうございましたさようなら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 バイバーイまっ バイバーイ。